こんにちは、小江です。今日2013年11月23日今6時半ぐらいなんですけど、夕方のめっちゃ寒い。あのね、わかるかな、もう今はちょっと歩ってて風が前から吹いてるからあれだけど、息を吹くと白いやつ見えるかな。あのね、もうマイナスとかになってんじゃないかな。もう今日あの昼、朝から昼間、夕方ぐらいまで雪降ってたんですけど、で一時期結構降ってたんですけど、多分もう今はもう全然降ってなくて、積もってもないですね。でもめっちゃ寒くて、今 iPod Touch 持ってる手も今なんだ、素手なんですけど、めっちゃ寒い。まだ撮り始めて1分も経ってないのに、もうめっちゃね、手がね凍えてます。やばいです。今日今でも自転車に乗ってるんですけど、でもタイヤがちょっと空気漏れしててパンクしちゃってて、直さないと乗れなくて、でどっかで直そうと思ってるんですけど、でもね、直せだとしても自転車で帰れないよ。これは寒い。今日首に巻くやつ忘れちゃったから、うわ手やべえ、どうしよう。今カナディアンタイヤにの前にいて、ダンダスウエストの、あーめっちゃ手やべえ、もうこれビデオ止めようかな。あーめっちゃ寒い。ちょっとね、アーバンサイクリストっていう自転車屋まで行きたいんですけど、閉まっちゃうから、70になったらもう行けないかな。カナディアンタイヤで直してもらうしかないかもしんないけど、もうちょっと手がめっちゃ寒いから、ちょっとやめます。あーやばい、あ地面が凍ってるのがわかるかな。これ凍らない帽子のマス巻いてんのかな。ちょっと待ってください。はい、もう手袋しました。やっべ超冷たい。これ氷につけてるとか以上に冷たい。で、見て雪、多分雪だと思うんだけど、積もってんの。で、ちゃんとこうやって降ったのはね、今回、うわ、結構サラサラ、ちゃんとこうやって積もったの今回が初めてだと思う。積もったというか、ちゃんとこんなに降ったのはトロント俺が来てから。あーやべ、寒い。てかね、実際ね、手袋しててもね寒いのよ。こんな、結構こんな厚い手袋なんだけど、手袋してても歩ったりして風が吹いてると寒くてやばいですね。でもこれはスマホ対応とかやして、ちょっと指先が多分薄くなってるからっていうのもあるんだろうけど、やばいわ。もう11月のこの寒さで、これだからもう本当に寒くなったらもっとやばくなるんだと思う。やばいですね。ちょっとやばいわ、本当やばい、やばいっていう言葉しか思いつかない寒さ、やばい。じゃあちょっともう無事帰れることを祈ってください。バイバイ。はい、こんにちは、再び小江です。今このカナディアンタイヤというところに行って、僕のこの後ろのタイヤがパンクしてしまったのを直してもらおうと思って行ったんですけど、カナディアンタイヤでは、てかこれは穴がちっちゃい穴が開いてたので、パッチだけ貼れば直ると言われたんですけど、このカナディアンタイヤだとそれをやってくれなくて、でカナディアンタイヤでやってもらうことをお願いする場合には15ドルで新しいチューブを買って入れ替えなきゃいけなくて、それで15ドルもするっていうのと、あとは2、3日かかるよって言われたので、で、そうですね、だからそれ15ドルかかるんですけど、パッチを自分で買ってやるんだったら2ドルとか損害できるんですけど、まあ自分でやるのもできるか分かんないので、バイク屋さんに行こうと思うんですけど、もうバイク屋さんは7時で閉まっちゃうので、もうこっから歩いて行ったら間に合わないので、ちょっと今日は自転車どっかに止めて、でまた次の機会にしようと思います。どっちにしろこのタイヤがパンクしてて走れないし、間に合わないし、もう寒いから、ほんと寒いから、しかも首に巻くやつがなくて、もうどっちにしろ寒いし、手がねすごい、こんな手袋してても寒いのよ。今平気なんだけど、多分自転車に乗って走ったりするとめっちゃ寒いし、首に巻きが本当にないから、それでかなり無理ですね。だから今日はストリートカーに乗って帰ろうと思います。で、これ今さっき踏みに行った時は6時半ぐらいだったんで、この自転車をしながら歩って行って、でも多分30分ぐらいあれば着くなっていう距離に自転車屋さんはあるんですけど、もうね指先がね冷たすぎてね、もう何凍傷になる、痛くて、特に右手がもうこの全部の指が4本、特にこのもうだから痛すぎて、時間的には多分自転車に間に合ったと思うんですが、リタイアしてこの店内、あったかい店内に入ることに決めました。めっちゃ寒いです。で、今度行けたら明日がいいんですけど、明日は行けないかもしれないけど、その自転車屋さん、自転車これ持って行って、時間7時になるまでにできれば持って行って、で、そのパッチ自体は安いと思うんですけど、そのパッチとなんだ、そのコーチ
でいくらかかるか分かんないですけど、まあそんなに高くないといいんですけど、あー寒い、もう自転車どっちにしても帰れないわ今日寒すぎて。これがパンクしてなかったとしても、首巻きないし、ズボンも1枚しか履いてないし、首巻きないな、でかいね、寒いわ。じゃあそんな感じでね、あのスターバックスにでも行ってあったかいなんかココアかなんか飲もうと思います。自転車は盗まれないようなところに、オープンなところに止めておこうと思います。寒いっすわ本当に、こんな寒くなると思ってなかったんで。ではバイバイ。はい、スターバックスに行ってソルティッドキャラメルホットチョコレートというのを頼みました。まあ蓋閉めちゃったんでわかんないですけど、で今気づいたんですが、寒すぎてね葉っぱが凍ってるんですよ。まあ水に濡れてたからと思うんですけど、やばいね、すげえ、うわ氷になってる、見えないか、やばすげえな、もうやだわ、ちょっと寒すぎるわトロントつかカナダつかトロント。まあでもあったかいこのキャラメルホットチョコレートをゲットしたので、でまた中に戻って飲みます。ちょっと外はやっぱ寒いですね。氷見えるかな、この氷の粒たち、すげえやば、マイナス何度なんだろうって感じだよね。マイナスにはいってないのかな、気温は。でも風が吹くとちょっとやばいですね、寒すぎますね。じゃ中戻ります、バイバイ。